グレート・ノーザン鉄道 C1 系蒸気機関車は、イギリスの鉄道会社、グレート・ノーザン鉄道の蒸気機関車の形式である。GNR の技師ヘンリー・イバットは1898年に、急行旅客用に設計された、車軸配置4から4から2の蒸気機関車、C1 型をイギリスに導入した。1902年12月、彼は、設計を適合させ、 ボイラーの直径を4フィート8インチから5フィート6インチに増やしてナンバー251を作った。GNR は両方のタイプを C1 として分類したが、ルナーは比較的小さなボイラーを搭載した初期設計の通称クロンダイク型を C1 として分類し、より大きなボイラーに置換し、出力と牽引力を向上させた通称ラージュアトランティック型を C2 として2種類に分類した。イギリスで最初に作られたアトランティック型の機関車で1920年代にルナー A1 型にその地位を譲るまで東海岸本線の出力機として活躍した。1880年代以末にアメリカで初めて登場したアトランティック型の蒸気機関車は従来のアメリカン型の車軸配置4から4から0に 重輪を追加したことで、機関車のひどこ面積拡大による出力の増加と乗り心地の改善を達成した。イバットは、機関車の成功は水を沸騰させるその能力にかかっていると強く信じていたため、C1 に当時の大きなボイラーと過失を与えた。ボイラーは大型だったが、対応するシリンダーサイズの増加はなく、C1 は、 C にクランダイクスの18.75インチ X24 インチのシリンダーを保持した。ナンバー251は C にクロンダイクと同じスプリングを持っていたが、より重いデザインは深いな乗り心地をもたらした。長いスプリングはすぐに取り付けられた。折しも GNR の主任にしパトリックスターリングの死を受け、公認となったアイバットは、 東海岸本線の旅客輸送量の増加に対処する機関車を心臓するにあたって、この車軸配置を設計に取り入れた。1898年に建造された第1号機ナン、no. バー992は、当時の同社の総支配人の名である、ヘンリー・オークリーの名が与えられた。これは、伝統的に機関車に刀を与えない、GNR では例外的な措置だった。 その後は1900年から20両が製造され、当時ゴールドラッシュの起点となったカナダの峡国にちなんでクロンダイク級と呼ばれた。1904年にさらに20台の C1 が製造されたが最初のパフォーマンスは期待外れだった。幅の広い皮質にはネジ逆転装置用のスペースがなかったため代わりにレバー操作メカニズムが使用された。残念ながらこれは 特にスピードで操作するのが困難だった。また、バルブのタイミングを制限するため、運転手は保守的な方法で機関車を扱う傾向があり、大量の水を使用する傾向があった。1905年から1908年の間に、60台の大型ボイラー C1 が単純な拡張で製造されました。これらの機関車は、 レバー逆転ギアを空気圧によって補助されたスクリュー逆転に置き換えました。ファイヤーボックスはネジを逆に取り付けるのに十分なスペースがあるように少し再設計する必要がありました。エバットはこの必要な再設計を利用して正面の過失を深くしました。傾斜が大きいため石炭が前方に揺れ発砲が促進されました。以前の機関車は このより深い皮質でボイラーを取るためにフレームを変更する必要がありました。変更は1925年に始まり、1933年に完了しました。エバットの最後の開発は、1910年に構築された最後の10個の C1 へのピストンバルブとシュミット加熱器の取り付けでした。加熱器の追加は直径18.75インチから20インチへの シリンダーサイズの増加と一致しました。当時、加熱はボイラー圧力を下げる方法として考えられていました。したがって、作動圧力は175プシーから150プシーに低下しました。パフォーマンスが低いため、エバット1905年3月、4機等複合計を製造しました。外側のシリンダーはトレーディングカップルドアクスルを駆動し内側のシリンダーは リーディングカップルドアクスルを駆動しました。ウォールスチャーツバルブギアは外側のシリンダーで使用されていましたが、内側のシリンダーにはスティーブンソンバルブギアが取り付けられていました。スモークボックスの下にバルブが取り付けられており、機関車をシンプルなものから複合的なものに切り替えました。これは運転台から制御され、運転者は単純作業と複合作業を切り替えることができました。 ボイラーは225プシーで作動するように構築されましたが、実際には200プシーで作動しました。225プシーが使用されたことを示唆する証拠は見つかりませんでした。1910年から1912年の間に元の高圧ボイラーの修理が行われている間、標準の175プシー体制用ボイラーが取り付けられました。 ナンバー292は決して加熱されませんでした。GNR の取締役も満足せず、2番目の4、祈祷コンパウンドが1905年7月に製造されました。これは GNR が幅広い仕様の模写にアプローチした後、バルカンファウンドリーによって製造されました。レイアウトはナンバー292に似ており、外側に高圧シリンダーがあり、 ドライブが分割されています。ボイラーの作動圧力は200プシーでした。最初の数千マイルの様々なトラブルのため、NO.1300 はすぐに悪い評判を獲得しました。ナンバー1 3 0 0 NO.292、単純なナンバー2 9 6の比較試験では、NO.292 が最も石炭消費量が多かったのに対し、NO.294 は、 シリンダーが2つしかないため石油消費量が少なかった。1914年、ノー。1 3 0 2はロビンソン22要素加熱機が取り付けられ、スモークボックスは9インチ延長されました。作動圧力は175プシーに低下したと考えられています。エンジンズは引き続き200プシーの作動圧力を示しています。性能はまだ不十分でした。そのため、 1917年にナンバー1300が破損したシリンダーに悩まされた時、2気筒の単純なエンジンとして再構築する機会がありました。新しいフロントエンドフレームが必要でしたが、非標準のボイラーが維持されました。ナンバー1300のパフォーマンスは低下し続け、1924年10月に39万798マイルしか走らず撤退しました。これは、 同じ期間にすべて62万5000マイル以上を管理した C1、ナンバー1407から9と比較されます。1300はパフォーマンスが低下し続け、1924年10月に39万798マイルしか走らず撤退しました。これは同じ期間にすべて62万5000マイル以上を管理した C1、 ナンバー1407から9と比較されます。1300はパフォーマンスが低下し続け、1924年10月に39万798マイルしか走らず撤退しました。これは同じ期間にすべて62万5000マイル以上を管理した C1、ナンバー1407から9と比較されます。ナンバー1421は、 エバットの最後の C1 複合機関車で NO292 と1300の両方の機能が組み込まれています。NO292 のシリンダーとバルブギアのレイアウトが使用されましたが、内側のスティーブンソンバルブギアはウォールスチャーツバルブに置き換えられました装備。スライドバルブはわずかに異なる位置に配置され、内側のシリンダーの直径を18インチに増やすことができました。 ボイラー圧力は200プシーでした。テストについては知られていませんが、NO 1421は様々な問題を抱えていましたが、NO 292よりも優れているという評判がありました。グレズリーは1914年に22要素のロビンソン加熱器を追加することにより、NO 1421を最初に変更しました。1920年に 24要素のロビンソン加熱器とピストンバルブを備えた標準の C-1 アトランティックとして2回再建されました。クロンダイク型は東海岸本線の急行検引機として投入されたものの当初期待されたほどの性能を発揮するためには依然として出力が不足していた。アイバットは加熱器の追加とシリンダー系の拡大によってこれに対処する一方、 1902年に新しく追加生産された機体にはより大型のボイラーと過失を搭載して改良を加えた。1903年以降はこのラージアトランティック型が C1 系の完成型として94両が生産され相応の牽引力を備えた主力機として東海岸本線に投入された。クロンダイク型、ラージアトランティック型がそれぞれ1台ずつ。 計2両が生体保存されている。AB 高畑 2004P114 から115高畑 2004P114 高畑 2004P115 ありがとうございます。